東野市立博物館、図書館は、岩手県東野市にある博物館、図書館。照井栄、獅子踊り、東野物語の世界、東野の,の自然と、暮らし、東野の,の民族学をテーマとする博物館。柳田国夫の、東野物語の原稿のほか、お知らさまなどに代表される、東野地方の民族資料を展示。民族学者の井上角や佐々木紀善ら東野書園の、 人物などについての資料も展示されている。以下の4箇所の文館がある。新町収蔵庫1925年建築、1949年、改修。耐震耐火を考慮し、鉄筋コンクリート作り2階建て。建築面積96平方メートル。外壁は窓周りをくぼませるなどの幾何学的衣装が特徴。内部は1、2階とも一室で、 川柱のみで支える部柱の大空間とする。党の地方における最初の鉄筋コンクリート作り建築であり、2017年5月2日、旧党の宝物館として登録有形文化財となった。党の私立博物館の開花に位置する図書館。郷土資料室が設けられているほか、党の物語をはじめとする党の地方の民は、 民族学に関する書籍を重点的に取り揃えている。周辺には、鍋倉公園や南部神社、東の昔話村がある。東の私立博物館条例、旧、東の宝物館、文化遺産オンライン。2020年3月28日閲覧。ありがとうございます。